NBA のロサンゼルスレイカーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。愛称は、ラス。これまでに1回の NBA シーズン MVP、9回の NBA オールスターとオール NBA チームの選出、2年連続オールスターゲーム、MVP を受賞。2014から15シーズンと2016から17シーズンには、リーグ得点王に輝いた。 2016から17シーズンにおいては1962年のオスカー・ロバートソンに続いて NBA 史上2人目となるシーズン平均トリプルダブルを達成。またシーズン平均トリプルダブルでのシーズン MVP の受賞は NBA 史上初の快挙となった。2020から21シーズンには通算4回目のシーズン平均トリプルダブルを達成し、 2021年5月10日に、オスカー・ロバートソンの通算トリプルダブル181回を抜いて歴代1位となった。地元カリフォルニア州のレウジンガー高等学校を卒業後、名門校のカリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学する。1年目の2006から07シーズンは36試合に出場するものの、 平均わずか9.0分で3.4得点0.7アシストの成績だった。2年目の2007から08シーズンには先発ガードのダレン・コリーソンが負傷欠場したことにより、チャンスを得たウエストブルックは大きく、成績を伸ばし、12.3得点4.3アシストを記録。コリーソンが復帰して、以降は先発シューティングガードとして出場した。 このシーズンにはパックマイナス10の最優秀、守備選手賞に選ばれ、また、通算1318分出場は、UCLA のシーズン記録となった。ウェストブルック、コリソン、ケビン・ラブを中心とした UCLA は、NCWA トーナメントを勝ち抜き、ウェストブルックは、スウィート16では14得点11リバウンドで、自身初となる、ダブルダブルを達成。 ファイナル4では22得点を記録したが、チームは F 敗退した。2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2008年の NBA ドラフトでは、シアトルスーパーソニックスから4位指名を受けた。チームメイトだったケビン・ラブは、メンフィス・グリズリーズから全体5位指名を受けた後、ミネソタ・ティンバー・ウルブズに交渉権が移り、そのまま、ウルブズと契約している。 ソニックスはこのオフにオクラホマシティに移転したため、オクラホマシティサンダーの選手として始まった。背番号の、例は、オルデンポリニス以来、球団で二人目だった。プレドラフトキャンプ時の身体データスプリントは、コート3、4層。ベンチプレスは、約84キログラム。2008から09シーズン2008から09シーズン。 開幕から R ・アトソンの控えとして出場していたが、11月末から先発に定着した。2009年3月2日のダラス・マーベリックス戦、17得点、10リバウンド10アシストで、20歳110日の若さでトリプルダブルを記録。サンダーの新人としては、アート・ハリス、ゲイリー・ペートンに続く3人目であった。このシーズンは、全82試合に、 平均32.5分の出場で15.3得点4.9リバウンド5.3アシスト1.3スティールなどを記録した。新人王の投票ではデリック・ローズ、OJ 名誉、ブルック・ロペスに次ぐ4位でオールルーキーファーストチームに選ばれた。2009から10シーズンウェスト・ブルックと当時チームメイトのケビン・デューラント。2009から10シーズン 全82試合に平均34.3分の出場で16.1得点4.9リバウンド8.0アシスト1.3スティールなどを記録した。チームは過去3シーズンで31勝、20勝、23勝と苦しんでいたが、このシーズンは50勝を記録し、プレイオフに進出した。2020年に ウェストブルックが移籍するまで45勝を下回ることはなかった。2010から11シーズン2011年のウェストブルック2010から11シーズン2010年11月26日のインディアナペーサーズ戦自身初の40得点以上となる43得点を記録した。このシーズンは全82試合に 平均34.7分の出場で21.9得点4.6リバウンド8.2アシスト1.9スティールなどを記録し3年目で初めて平均20得点を超えた NBA オールスターゲームに初めて選出されオール NBA セカンドチームにも選出された2011から12シーズン2011から12シーズン 2012年4月25日のデンバーナゲッツ戦30得点6リバウンド9アシスト3スティール4ブロックの55ズに近い成績を残した。このシーズンはロックアウト明けの全66試合に平均35.3分の出場で23.6得点4.6リバウンド5.5アシスト1.7スティールなどを記録した。 自身初の2012年の NBA ファイナルでは、5試合で27.0得点6.4リバウンド6.6アシストなどを記録し、エースのケビン・デュラントラと奮闘したが、レブロン・ジェームズ、ドー・イム・ウェイドなどを要する、マイアミヒートに1勝4敗で敗退した。ベンチ出場からシーズン平均16.8得点を記録したジェームズ・ハーデンはこのシーズン限りで、 ヒューストンロケッツへ移籍した。2012から13シーズン2012から13シーズン全82試合に平均34.9分の出場で23.2得点5.2リバウンド7.4アシスト1.8スティールなどを記録した。プレイオフ1回戦のヒューストンロケッツ戦で右膝を負傷、手術してシーズン終了した。 2013から14シーズン2013から14シーズン前シーズンのプレイオフで右膝を負傷した影響でシーズン中に2度同じ右膝を手術したこのシーズンは46試合に平均30.7分の出場に止まり21.8得点5.7リバウンド6.9アシスト1.9スティールなどを記録した新人センターのスティーブン・アダムズが 終盤から先発に定着し、長く一緒にプレーすることになる。2014から15シーズン2014から15シーズン10月30日の試合で右手を骨折し、手術して約1ヶ月離脱した。2015年4月12日のインディアナペーサーズ戦、自身初の50得点以上となる54得点を記録した。このシーズンは67試合に、 平均34.4分の出場で28.1得点7.3リバウンドを8.6アシスト2.1スティールなどを記録した。自身初の得点王を獲得した。2015から16シーズンデミアン・リラードをディフェンスするウェストブルック。2015から16シーズン、このシーズンは80試合に平均34.4分の出場で 23.5得点7.8リバウンド10.4アシスト2.0スティールなどを記録した。オール NBA ファーストチームを初受賞した。このシーズン限りで、ケビン・デュラントはゴールデン・ステート・ウォーリアーズへ移籍した。2016から17シーズンアンドレ・ロバーソンとウェストブルック2016から17シーズン開始前に、デュラントが移籍したのに続いて、 ウェストブルックの契約も2017年に切れるため、トレードの噂が周りで渦巻くようになった。サンダーは、ウェストブルックを残留させることを決意し、契約延長を行うために、すべてのトレード交渉を延期させ説得をした。そして、2016年8月4日に、サンダーと3年8570万ドルの延長に合意した。 10月28日のシーズン開幕から2試合目のフェニックス・サンズ戦にて51得点、13リバウンド、10アシストを記録し、自身38回目のトリプルダブルを達成した。また、50得点以上でのトリプルダブルの達成は1975年のカリーム・アブドゥル・ジャバー以来となった。2日後のロサンゼルス・レイカーズ戦では33得点、12リバウンド、 16アシストを記録し、オスカー・ロバートソン、マジック・ジョンソン、ジェリー・ルーカスに続いて4人目となる、シーズン開幕から3試合で2回のトリプルダブルを達成した選手となった。2017年3月7日のポートランド・トレイル・ブレイザーズ戦、自己最多の58得点を記録した。ジョン・ウォールに対して、ショットを放つウェストブルックプレイオフ1回戦の、 ヒューストンロケッツ戦、プレイオフで自身初の50得点以上となる51得点、10リバウンド13アシストを記録し、プレイオフ史上初の50得点以上でのトリプルダブルを記録するなど、5試合で平均37.4得点11.8、リバウンド10.8アシスト2.4スティールという、好成績を残したものの、敗退した。このシーズンは81試合に、 平均34.6分の出場で、31.6得点10.7リバウンド10.4アシスト1.6スティールなどを記録し、2度目の得点王、2度目のオール NBA ファーストチームに加え、ジェームズ・ハーデンやカワイ・レナードラを抑えて、自身初の MVP を受賞した。1982年のモーゼス・マローン以来となる、50勝未満のチームから受賞者となった。 オスカー・ロバートソン以来55年ぶり史上2人目となるシーズン平均トリプルダブルと歴代最多となるシーズン42回のトリプルダブルを達成した。2017から18シーズン2017から18シーズン開幕前の2017年9月29日にサンダーと2022から23シーズンまでの5年2億500万ドルのスーパーマックス契約を結び 残っていた契約と合わせて総額は NBA 史上最高額の6年2億3300万ドルとなった。また、ポール・ジョージがサンダーに加入した。2018年3月13日のアトランタホークス戦で32得点、12リバウンド、12アシストを記録。NBA 史上4人目となる通算100度目のトリプルダブルを記録した。 4月11日のメンフィスグリズリーズとのシーズン、最終戦、16リバウンド以上ならば、シーズン平均トリプルダブルに届くところ、自身初の20リバウンドで、同記録を達成した。このシーズンは80試合に、平均36.4分の出場で、25.4得点10.1リバウンド10.3アシスト1.8スティールなどを、記録した。 自身初のアシストを獲得した。フリースローのしなげ間にスリーポイントラインを出ては、ならないという新しいルールが始まり、自身のルーティンが禁止になったことが一因で、成功率が前シーズンより10%以上低下してしまった。2018から19シーズン2018から19シーズン、開幕前の9月に右膝を手術したため、開幕に間に合わなかった。 11月5日の試合で左足首を捻挫して6試合に欠場した。2019年1月10日のサンアントニオスパーズ戦で1試合24アシストを記録した。2019年4月2日のロサンゼルスレイカーズ戦20得点20リバウンド21アシストを記録。ウィルト・チェンバレン以来51年ぶり史上2人目のダブルトリプルダブルを達成した。 このシーズンは73試合に平均36.0分の出場で22.9得点11.1リバウンド10.7アシスト1.9スティールなどを記録した。2年連続でアシストを獲得した。トリプルダブルは5年連続1位となる34回記録した。ロケッツに移籍し、ジェームズ・ハーデンと再びチームメイトとなった2019から20。 シーズン開幕前の2019年7月11日、ポールジョージをロサンゼルスクリッパーズに放出したことで、チームが再建状態に入ったためクリスポールなどとのトレードでヒューストンロケッツへ移籍した。8シーズンぶりにジェームズ・ハーデンとタッグを組むことになった。背番号は引き続き、0となったが、ロケッツではアーロン・ブルックスの他に、 複数シーズンでこの番号を着用した選手はいなかった。2020年2月6日のロサンゼルスレイカーズ戦で史上46人目となる通算2万得点を達成6000リバウンド7000アシストも記録している選手としては史上3人目となった。移籍後発となるフルス本拠地のチェサピークエナジーアリーナで行われたサンダー戦では試合前に サンダー時代の功績を称える映像が流れ、サンダーファンから大歓声で迎えられた。試合には、敗れたものの34得点を記録した。このシーズンはボールを長く保持するハーデンと共にプレーしたため、3年間続いていた平均トリプルダブルが、途切れた。2019から20シーズンオフの2020年12月2日に、 ジョン・ウォールと2023年のドラフト一巡目、指名権とのトレードで、ワシントン・ウィザーズへ移籍した。12月23日の、フィラデルフィア・セブンティッシュ・クサーズ戦で、ウィザーズ移籍後初出場し、21得点、11リバウンド、15アシストを記録した。チームデビューでのトリプルダブルの達成は、エルフリッド・ペイトン、ルイス・ロイド、ジョン・シュマテ、 ネイト・サーモンド、オスカー・ロバートソンに次ぐ NBA 史上6人目の選手となった。2021年3月30日のインディアナ・ペーサーズ戦には1988年のマジック・ジョンソン以来となる35得点、当時シーズン杯の21アシスト、14リバウンドで30から10から20のトリプルダブルを達成した。 2021年5月11日のアトランタホークス戦にて、オスカー・ロバートソンの181回を抜いて、通算トリプルダブル数歴代1位となった。このシーズンは2年ぶりとなる平均トリプルダブルを達成し、3度目のアシストを受賞した。2021年8月6日に5チーム間の大型トレードで、ロサンゼルスレイカーズへ移籍した。 しかし、レブロン・ジェームズや、アンソニー・デイビスなどとの連携が噛み合わず、12月には、早くもトレードの噂が浮上した。身長191センチメートルと NBA のポイントガードとしては、平均的だが非常に恵まれた身体能力を持ち、相手を置き去りにするスピード、自分より大きな選手の上からダンクを叩き込むパワーと、ジャンプ力を持つ。 素早いドライブからの得点率は高く、そこから空いた味方にパスを出す視野とパススキルもあり、止めるのは非常に困難でクラッチタイムにも強い。反面、スリーポイント成功率は年々加工しており、キャリア通算でも平均を下回る。フリースローの成功率は2016から17シーズンまでの9年間で約82%だったが、 2017から18シーズン以降では約70%となっている。この成功率が低下したのは毎回3ポイントラインから出るルーティンが禁止されたことが一因である。 nba ハット basketball ダッシュ re、e e、n c e. .com ハット basketball ダッ、e、シュ、e、re、n c e. .com ハット basketball ダッ、e、シュ、e、re、n c e. .com。ありがとうございます。